うまです。はいです。はい、今日は、また皆さんにね、お伝えしたいことがあります。はい、結論から申し上げますと、今新型コロナウイルスがまたね再発してきて第2波がやってきております。皆さんもご存知の通り、日本一周する予定だったんですけど、無理だろ。無理だろうね、あれはね、県によっては、来ないでくださいみたいなのあるからね。しかもなんかやっぱり県外者のナンバーを見ると怖がる人もやっぱり絶対いるからね。そうだね。いろいろ考えた結果っていうか、もう考えるもなくニュースを見てもう無理だろうと2人で決断をしました。はい、もうなんかダメだね。何月からやろうとかさ。そうだね。もう遠い日を待っていくしかないと思います。そうだね。もう何月からってやると正直ね、もういつか分かんないじゃんこれは。はい、だからもう収まったらっていう、行ける時、そうだね、その時まで今仕事を頑張ってお金を貯めようということになりました。はい、熊谷。今回のね、旅のそもそもの目的が人とつながろうだったじゃない、ね、それなのに自分らだけの気持ちでもし行って自分たちが感染しててその人に移しちゃったとか全国にばらまいてきたってなったら、それはね、また後悔、自分たちも後悔するし、もちろん他人にも迷惑かかっちゃうし、家族にも迷惑をかけちゃうし、そうだね、ということも踏まえて、今やるべきではないなと。なんか実際日本一周するって決めた時はまだ行けるんじゃないかっていうふうにちょっとね安易な気持ちだったかもしれない ね。もうちょっと考えて決断すればよかったものの、多分もうね4月からさカナダ行こうとして行けなくなったじゃん。本当だよ。でまた9月に行こうとして行けなくなった。いやね、散々な日々、今年は何なんだ、何なんだという本当に ね、ビザの期限もさ切れちゃうし、お金も無駄だし、私に関しては保育士資格を20万円かけて書き換えるっていう申請をまだ終わってないんだけど、その申請に20万円かけてやってるのにも関わらず、無駄になってしまったというわけだね。本当にこればっかり俺らだけの話じゃないからね、いろんな人がこういう思いをしてると思います。特に旅系なんてさ、どこにも行けん。そうだね、今やっぱ活躍してるそういう旅系の YouTuber の人とか見るんですけど、 SNS とかで情報見たんですけど、やっぱみんなこの事態を重く受け止めて中止にしてるしね。そうだね。そんな中ノーノーと俺ら行ってきます、行きますみたいなね。それでなんかね、また違うなっていう2人の思いがありまして、ね、さっきも言ったけどこの際9月から行こうは無理じゃん。そうだからもう終わるまでっていう風に見越してね、みんなでこの戦いが終わる時は待ちましょう。そう、本当にそれまでにもうお金を貯めていつでもね、行ける世界一周でも日本一周でも行けるように。そうだね、そこまでいつでも行けるようにそうやってね2人で準備していきたいと思います。はい、もう辛いけどね、夢を辛いね、次々に打ち砕かれてる気分なので、なんかさ歩こうとした瞬間に全部壁がドーンってシャットダウンされてるような、そうだね、感じだね。俺が最近思うのは、会社辞めたじゃん、そこでスタートラインだってみんなから応援されて、よし行くぞって言って目の前に階段がこうあるとしたら、その階段がダダ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 崩れ落ちた感じだなっていう。そうだね、だからこそ、今できることをね僕らは精一杯やっていくべきだと思います。少しでも人に楽しんでもらえたり、何か元気づけれるようになりたいので、こうやって毎日ね、日本一周とかはできないけど自分たちのできる楽しい動画をどんどんこうやって上げていきたいと思います。はい、熊谷。だから日本一周しますって言って多分それで登録してくれた方も絶対いると思うんですけど、だからこう期待に添えられない、そうだね、添えられなくなってしまうのは本当にすごい申し訳ない気持ちでいっぱいです。でも少なからずきっと、私たちの動画を楽しんでもらえてる方がいると思うのでその期待に応えられるように頑張っていきたいと思います。キャンプとか車中泊とかは ね、やっていきたいね。もちろんずっとまた家に引きこもることになるかもしれないし、ただできるんだったら、車中泊とか、キャンプとかこの辺を、人に会わないようにちゃんと対策を徹底した上で撮影を外でやっていきたいと思っておりますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。本当にいつか本当にね、もっといい景色をこの画面越しに見せれるようになり、なりたいね。なりたいね。世界一周したり、日本一周したり、なんか僕らのもっとチャレンジしてる姿をね、ここに見せれると思うので、はい、今は頑張っ
で、ここのねアパートも本来9月でカナダにまた再出発する予定だったんですけど、それもできずなので出ないといけないのね。そう、なんと。そうだからこの話、日本一周どうしようかって話したのが8月の1日で、もう特急で家を探して、なんとね、一昨日内見に行ってその場でもう決めてきました。いやでも実際ちょっと新居に行くのはめちゃめちゃめちゃ楽しみ。楽しみだね、うん、もう今ここ住んでるところも正直立派なアパートではないんですよ、うん、結構ボロボロで水漏れしたりお守りしたりマンスリー契約だから、ね、そうだね、5ヶ月で終了なんですよ。で、新しいところすごい条件のいいところね、うん、綺麗なところありがたいことに見つけられたので、はい、今度またそのね引っ越した動画もアップしますので楽しみにしてください。はい、はい、お金貯めてるじゃん私ら。何のためにお金貯めてるかって言ったら旅がしたいからお金を貯めるわけじゃん、ね、で今食費も削って日用品も削っていろんなもの削ってるわけじゃん。先月の食費とか7500円ぐらいでやってたもんな俺らな。まあでもまだまだだ、まだまだだね、もっと削れるんじゃない1人5000円ぐらいで行きたいなっていうレベルなんですけどでその旅をするために今お金を貯めてるんだけど、うちらが乗ってる車よ。いやあれででかくてね、そう大きくてね、あの前回の動画でこちらね、日本一周しますはこの車っていう動画を、はい、紹介動画をね上げたんですけども、ちょっと今ね悩んでおります。なんでかっていうと、このヴァンガードちゃん餌代が高いんじゃ。餌代がな、餌よく食うんじゃこの子ということで、まあ、何が言いたいかって燃費が悪いのと、あと自動車税が 年に1回来るんですけど、なんせ3ナンバーって言って大きい車なので税金がね高いんですよ。高いじゃ高い、払える額ではあるけれども、そう維持費もすごくて、この先ちょっといろいろこう乗ってく上だったら軽自動車の方がいいんじゃないかっていう話が今ちょっと出てます。 K は嫌なんだけど、ちょっとこの間ねカタログを見てたらね、なんじゃこりゃかわいすぎるっていう車をね見つけちゃったんだよね。そう大興奮したらもんなエブリーワンの外装全く違うんだけど、ちょっと可愛くしてたやつね。そうそうそう、ああいう小型のアンティークなもの、そうだね、めっちゃ可愛いと思って K は絶対嫌だって言ったけど、あれだったらあれだって、ね、あれはあり、 それだったら車中泊とか、まあ、キャンプとか、うん、結構こうアウトドアに結構ガシガシ使えると思うので、うん、僕らに合ってるかなって。維持費も今乗ってる車よりはかなり安くなるので、まあここで本当愛着のあるあの車なんですけど売るか売らないかっていう瀬戸際に今ね、はい、立っております。はい、皆さんもしよかったらコメント欄の方で意見お聞かせください。熊かえ。はい、ちょっと今日真面目な動画だったんですけどこんな感じで。ダメだね、2人で座ってるの本当に。まあこれからもできる範囲でねアクティブな動画どんどん楽しんでる姿を皆さんに見てもらって元気になってもらえたらなと思います。はい、ということでまた会いましょう。バイバーイ。